皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は以前投稿した還暦グラビアが見てみたい芸能人の第2弾をやることにするんだぜ。前回の動画をまだご覧いただいていない方は概要欄のリンクからぜひ見てみてくださいね。前回の動画ではこれから還暦を迎える芸能人にスポットを当てて紹介したけど、今回はちょうど今年で還暦を迎える1963年生まれの女性芸能人からおすすめの人を紹介してほしいんだぜ。今からオファーを出せば年末までにはグラビア写真集を発売できるんだぜ。そんなお金がどこにあるのよ。よし、じゃあ今回は、第2弾、還暦グラビアが見てみたい芸能人についてゆっくり解説していくよ。よろしく頼むんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。秋元直美さんは1963年1月13日生まれの今年還暦を迎える女性芸能人の一人だわね。秋元直美さんか、確かに還暦グラビアが見てみたい気もするけど、ルイルイ、と叫びながら路線バスで旅を続けている旦那の田川陽介さんが許さないと思うんだぜ。田川陽介さんの奥さんは秋元直美さんじゃなくて、藤吉久美子さんの方だわね。仲が良い上に番組で共演する機会も多かったから、どっちがどっちかわからない人も多いみたいだわね。あう、まるでリンリン、ランランみたいにそっくりなんだぜ。リンリン、ランランは双子じゃないのよ。秋元直美さんは1982年にジャズ歌手としてデビュー、翌1983年にフジテレビの深夜の人気番組、オールナイトフジの初代 MC を鳥越まりさんと一緒に務めて話題になるのよね。デビューしたばかりのトンネルズや片岡鶴太郎さんが出演した伝説の深夜番組だな。でもジャズシンガーなんて渋いジャンルの新人歌手が、よく女子大生がバカ騒ぎするような深夜のバラエティ番組の司会を任されることになったもんだよな。フジテレビの別の音楽番組に出演した秋元直美さんを見たプロデューサーが、面白がってキャスティングしたというから人生何がきっかけになるかわかったもんじゃないわよね。確かに、オールナイトフジの MC をしなかったら、別の人生が待っていたかもしれないんだぜ。その後は女優として数多くのテレビドラマや映画に出演する他、CM やバラエティ番組など幅広いジャンルで活躍、歌手としてはこれまで11枚のアルバムをリリースしているわね。秋元直美さんの歌っている姿がいまいち想像できないんだぜ。1992年にはみそじを目前にして2冊のヌード写真集を発表、プライベートでは1986年に結婚、1990年の離婚を経て、2003年にテレビドラマで共演した16歳年下の俳優、原田敦さんと再婚しているわね。みそじでたわわな姿を披露したということは、還暦でもう一度たわわなグラビアを披露する可能性は十分にあるんだぜ。マリサなら藤吉久美子さんとのコンビか、鳥越マリさんとのコンビでペア写真集として売り出すんだぜ。そんなことは霊夢に言わずにどこかの出版社に言いなさいよ。歌手で女優の今井美樹さんも1963年4月14日生まれだから今年で還暦だわね。今井美樹さんといえば、1980年代のバブリー女子たちのファッションリーダーだったんだぜ。石田純一さんが許してくれるなら、ぜひ還暦グラビアを見てみたいもんだぜ。石田純一さんは1990年のドラマ、思い出に変わるまで、で相手役を務めただけで、何の関係もないわよ。あう、石田純一さんじゃなくて山下久美子さんの間違いだったんだぜ。それも間違ってるわよ。1983年にファッションモデルとして活動を始めた今井美樹さんは、翌1984年には女優としてもデビュー。1986年に歌手活動を始めると4枚目のシングル、彼女とゲップオンデュオが資生堂、秋のキャンペーンソングに起用され、ザ・ベスト10にもランクインするのよね。今井美樹さん最大のヒット曲といえば何と言っても、プライド、なんだぜ。当時の綺麗系のお姉さんたちは決まってこの歌をカラオケで歌っていたんだぜ。プライドは1996年に発売された12枚目のシングルで、後に結婚することになる布袋寅泰さんの楽曲だったわね。布袋さんは当時、山下久美子さんと結婚していたけど、すでに今井美樹さんとうっぷな関係なんじゃなかったのか。身長2メートル10センチの布袋さんが、ベッドの上で華奢な今井美樹さんをギターのように軽々と抱きかかえて、夜な夜なかき鳴らしていたかと思うと、思わずのけぞっちゃうんだぜ。布袋さんをジャンボ鶴田さんみたいに言うんじゃないわよ。布袋さんは身長187センチ、ジャンボ鶴田さんは196センチなんだぜ。知ってんならボケるんじゃないわよ。
布袋寅泰さんは1997年に山下久美子さんと離婚、1999年に今井美樹さんと再婚して、その後、お子さんも生まれているわね。今井美樹さんは抜群のスレンダーボディを誇るモデル体型だけど、残念ながらお胸の方は少し寂しいんだぜ。ここは不倫報道のあった高岡早紀さんに張り合うためにも、還暦グラビアを披露して布袋ジュニアを釘付けにしてほしいんだぜ。いちいちゴシップネタを挟むんじゃないわよ。女優でタレントの高坂みゆきさんも1963年2月7日生まれの還暦で、若い頃にはたわわなグラビアも発表していたから期待大だわよね。高坂みゆきさんも清水圭さんと再婚してからはすっかりお肌を見せなくなったよな。若い頃は小麦色の健康的なお肌のグラビアが H だったんだぜ。1975年放送開始の金ちゃんのドンとやってみようのマスコットガールに起用されてお茶の間の人気者となった高坂みゆきさんは、1977年、14歳の時に歌手デビューしたのよね。高坂みゆきさんって中学生時代から芸能界で活躍していたのか、それは知らなかったんだぜ。確かに、金ドン、みたいなお化け番組でマスコットガールを務めたら、たちまち全国に顔を知られることになるんだぜ。3歳の時に子役モデルとしてデビューし、小学生時代には小学館の学習雑誌の表紙を飾っていたというから芸歴は長いわよね。うっぷ、大人になってからの面影が残っているんだぜ。1978年、15歳の時にはテレビドラマにもレギュラー出演するようになり、女優としても活動するようになるのよね。高坂みゆきさんは若い頃から歌手やグラビア、ドラマやバラエティ番組など幅広いジャンルで活躍しているけど、これといった代表作がないのも大きな特徴だよな。歌手としては1984年に発売した17枚目のシングル、ニュアンスしましょが、資生堂秋のキャンペーンソングに採用されて最大のヒット曲になったのよね。1980年代には多くの雑誌の表紙やグラビアを飾り、ヌードグラビアも披露しているわね。大きくも小さくもない美しいお胸と程よい肉感的なボディが魅力なんだぜ。プライベートでは1987年にヘアメイクアーティストと結婚するも1990年に離婚、その後、1994年にお笑いタレントの清水圭さんと再婚して二人の子宝にも恵まれているわね。清水圭さんも若い頃はダウンタウンに続くかと思うくらい勢いのあるお笑いコンビだったのにな。最近、芸能界を引退しちゃったみたいだし、まだ稼がなきゃいけない高坂みゆきさんが還暦グラビアを披露する可能性は十分あるんだぜ。女優として活躍していた高木沙耶さんも1963年8月21日生まれだから今年で還暦だわね。高木沙耶さんか、確かに元はといえばモデルさんだし、フリーダイビングでも有名だったからビキニになるくらい抵抗ないだろうしな。スタイルも維持しているみたいだし、ラリパッパな気分になって還暦グラビアを披露してもおかしくないんだぜ。ラリパッパだけ余計だわよ。17歳の時にオスカープロモーションに所属してモデルとして活動を始めた高木沙耶さんは、週刊プレイボーイのグラビアページを見た映画プロデューサーに見出され、1983年に制作された映画、沙耶のいる投資図の主役に抜擢されて映画デビューしたのよね。芸名の沙耶はこの映画の役名で、ビニ本モデルの役を演じた高木沙耶さんは、この初主演映画でビーチクマルダシの激しい濡れ場を披露したのよね。高木沙耶さんって、二十歳の時にはもう脱いでいたんだな。それなら話は早いんだぜ。映画デビューとともにオスカープロモーションを退社した高木沙耶さんは、女優として数多くのテレビドラマに出演。水谷豊さん主演の人気ドラマ、相棒。ではシーズン1から10まで、主人公の杉下右京の元妻で小料理屋、花の里、の女将役を演じて存在感を発揮していたわね。いい役だったのに、あの頃からちょっとおかしな方向へ脱線するようになっちゃったんだよな。プライベートでは1998年に歌手の中西圭三さんと結婚するも2000年に離婚。その後ハワイに移住、2002年にフリーダイビングの日本大会で、水深45メートルの日本新記録を達成し、ハワイで行われたフリーダイビングワールドカップで個人4位、総合では2位となり銀メダルを受賞して話題になっていたわね。高木沙耶さんって、中西圭三さんと結婚していたんだな。全然知らなかったけど、中西圭三さんの名前を聞いたら久しぶりに、最後の雨、が歌いたくなってきたんだぜ。最後の雨、は中西圭三さんじゃなくて中西康さん。中西圭三さんは、ウーマン、の方だね。あう、黙っていや視聴者の方も気づかないんだぜ。
2008年に芸名の高木沙耶を返上して本名の増戸郁恵名義で活動すると宣言すると、2011年には相棒を降板して石垣島に移住。2012年10月でオスカープロモーションとの契約を終了して芸能界を引退したのよね。変な植物に興味を持っていることを大々的に発表したのはその頃のことだな。大麻を保持することを法的に規制することに反対する立場を明かして大麻女優なんて言われてバッシングされたのよね。相棒に出演していた頃はあんなことを言い出すような人とは思えなかったけどな。2016年7月には医療用大麻の合法化を訴えて参議院選挙に新党改革から東京都選挙区で出馬するも落選。その年の10月に大麻を隠し持っていたとして逮捕され、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を受けたのよね。あれほど声高に大麻について語っていたら、常用していることは誰にでも容易に想像がつくんだぜ。きっとお金にも困っていることだろうし、還暦グラビアどころかうっぷな写真集くらい発表してもおかしくないんだぜ。今回紹介した4人のうち、年末までにせめて1人くらいは還暦グラビアを披露する人がいるといいわね。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。